安野谷停留場は、富山県富山市安野谷町2丁目にある、富山地方鉄道富山軌道線安野谷、線、呉羽線の停留場である。駅番号は、C20、富山県道44号富山高岡線上の、平洋軌道に設置されている。神通川の東岸に位置し、電車は、富山大橋で神通川を渡りトヨタモビリティ富山、G スクエア、五福前方面へ向かう。 2006年11月より、富山県道44号富山高岡線の神通川に架か,かる旧、富山大橋の老朽化による掛け替えで4車線化、軌道の複線化が進められていたが、2012年3月24日に新しい富山大橋が開通した。それに伴い停留所を上安付けとし、約140メートル丸の内寄りの庵野や交差点東沈めへ移設し、 供用を開始した。一節前の停留場は、大学前よりにポイントがあり、到底留場付近を含め丸の打ち方は、伏線、大学前方は単線となっていたが、同日、到底留場より、大学前停留場直前まで伏線化された。駅ナンバリング導入後の駅名表今尾圭介、日本鉄道旅行地図庁6号北新越、全線、全駅、全廃線新庁舎。 2008年36ページ ISBN978 から41億790万2411920年2月11日付大阪朝日新聞北陸版富山地方鉄道富山地方鉄道50年首富山地方鉄道1983年364ページ1942年12月7日軌道上と許可 軌道上と、関九1942年12月21日、富山地方鉄道、写真で綴る富山地方鉄道50年の歩み、富山地方鉄道、1979年、175ページ、富山地方鉄道、富山地方鉄道50年首富山地方鉄道、1983年、378ページ、富山地方鉄道、 写真で綴る富山地方鉄道50年の歩み、富山地方鉄道1979年176ページ。AB 富山地方鉄道、写真で綴る富山地方鉄道50年の歩み、富山地方鉄道1979年177ページ。ありがとうございます。